南オーストラリア州の地理では、南オーストラリア州の地理についての概略を記す。南オーストラリア州は、オーストラリアの6つの州の一つで、オーストラリア大陸の中央南部が含まれている。南オーストラリア州は、西側で、西オーストラリア州、北側で、ノーザンテリトリー、北東側で、クイーンズランド州、東側で、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州と接している。 州の南岸はインド洋のグレートオーストラリア湾に面している。地元の人々はグレートオーストラリア湾を南極海であると説明する。北部と西部は非常に乾燥していて、大陸中部の湖の多くは乾燥した塩湖で、主な湖はエア湖とトレンズ湖である。この乾燥した地域は人口がまばらで多くの大型牛舎があり、重要な地域は国立公園として、 アボリジに居住地域として保護されている。これらの地域を通る重要な道路は、ポートオーガスタとダーウィンを結ぶスチュアートハイウェイ、西オーストラリア州まで、ナラボ平原を横切るエアハイウェイ、そしてニューサウスウェールズ州のブロークンヒルへのバリアハイウェイである。これらの道路には対応する鉄道がある。それぞれ、西と東を結ぶオーストラリア横断鉄道と、北へ結ぶアデレード、ダーウィン鉄道である。 海岸線には、エア半島の西側を含む、グレートオーストラリア湾に面する崖がある。海岸には、スペンサー湾とセントビンセント湾。二つは、ヨーク半島で隔てられている、フルリオ半島、エンカウンター湾、そしてクーロン国立公園がある。南オーストラリア州東部の衛星写真。北側には乾燥した塩湖がある。州内で標高が最も高い地点は、 州の北西端にあるマスグレーブ山脈のウッドロフ山で1435メートルである。主な山脈はマウントロフティ山脈とフリンダース山脈でフルリオ半島からそれぞれセントビンセント湾とスペンサー湾の東側に沿って約800キロメートル伸びている。州の約半分は海抜150メートル未満である。乾燥した北部に引かれ、 1860年代に最初に調査されたゴイダーツラインは持続的な農業を行うことができる北側の正確な境界線である。南オーストラリア州の宗教にはグレートビクトリア砂漠、ストジェレッキ砂漠スタートストーニー砂漠の3つの砂漠がある。マウントロフティ山脈の東にあるマレー川はニューサウスウェールズ州とビクトリア州から西に流れ、 山脈沿いを南に流れている。マレー川は州内唯一の大きく流れ続ける川である。南オーストラリア州の欠片の気候州の平均気温は1月は摂氏29度、7月は摂氏15度である。1月や2月の日々の最高気温は摂氏48度に達することがある。記録上最も高い気温は1960年1月2日に、 大人だったで記録された摂氏50.7度である。それはオーストラリアで記録された最も高い気温でもある。南オーストラリア州で記録された最も低い気温は1976年7月20日に4柄で記録された摂氏8.2度である。ありがとうございます。